どうも皆さんこんにちは、染谷俊之です。そしてゲストのはい、岡正史です。はい、と細川洋平です。はい、染ちゃん TV 始まるよ。染ちゃん TV。 はい、ということで、はい、お正月っぽいことやろうよ。はい、はい、今日はですね、福笑いをやっていきましょう。福笑いなんてやらんでしょ。やらないです ね、うん、ルール知ってる。目隠しして、はい、なんか顔を作るみたいな。そうです、正解でございます、はい、それをやっていきたいと思います。はい、じゃこれどうしようか、罰ゲームどうしようか。あるんですよ、一番その顔に、うん、からなんかちょっと遠かった人に、うんうん、罰ゲーム。なるほどね。じゃあもう周りの助け、右とか左とか言わないってこと。言わない。あ、もう黙々とやるってことね。 OKOK。 まあ妨害入れてもらっても大丈夫ですよ。妨害そこでいいんですかみたいな、その妨害入れてもらっても大丈夫ですよ。なるほどね、はい、で一番その正解の顔に近づく。 あとさ、はい、こういう顔の人いるよねっていうのもありにしよう。あ、芸術点というかさ。なるほど、うん、それもありにしよう、総合的に見て。うん、はい、それでいこう。じゃあ福原さん3人でやっていきたいと思います。一番顔から遠かった人はバッタリの一発芸。おはい、ありがとうございます。はい、行きます。レッツ福原。おー、はいはいはい、正解が、なるほどね、これは正解の形で。じゃあ誰からやる。じゃあ僕から。 OK、 いいですか。 1,2,3 ね、はい、OK。 じゃあ僕から。はい、はい、福笑いには定評ありますからね。まあ言うね。今やらんでしょ、福笑いやる。福笑い大使と呼ばれてます。福笑い大使自称広めようっていう、はい、福笑いをこれ混ぜます。じゃあ混ぜて、はい、どこから探してって言います。はい、なんかなんかキリッとしたね。キリッとしたね。こっちの方がいいですかね。すげえ輝いてますね。おーオーラが今すごいよ。モテそう。これで売り出していきます。はい、じゃあやってもらいましょうか。はい、はい、お願いします。いいよ。え、お、これは。口から行く。口から行く。そんなまさかというところで、うん、分かるよ。まあ、ああ、もう全然だね。ああ、はいはいはい。これが多分逆にミスリードと今判断して、これは、ああ、これはもうこれ困っちゃうねこれはね。こうですね。あ、見た。これは、うんうん、なんでだ、これ福笑いやったことない。いや、ありますあります。本当福笑い大使だもんね。福笑い大使なんで。あ、なくなっちゃった。あ、下に落ちちゃったよ。あ、これそういうのも助かる。違う。わかった。これがね、多分違うんですよ。お、いいよ。で斜め下に向いてたからこうで、多分ってなると、あ、でもいい感じいい感じ、うん、あ、これが違いますよきっと。これがこうで、うん、でいい感じいい感じで、あ、これはもう分かってるんですよ、うん、こうだ。なるほどね。こうで、その前にちょっと探さなきゃいけないものがあって、これ待ってたんですよ。これが、こうですね。はい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 。で、下に落ちちゃったらどうする。え、本当に落ちたんです。それは、うん、助けないよ俺は。とりあえずこれが、あ、でも、あ、まあ、あ、でも、これがわかんないですよ、ね、あ、でも何なのかすらも分かってないんですよ。いや、多分、目的なポジションだとは思うんですよね、ってことは今、眉毛この音からここになると。完成でいいですか。完成です。おい、お、完璧だと思います。じゃあ目隠しの方取っていただきましょう。はい、じゃん。え。え、結構な、結構よこれは。なかなか、うん、
なんかね、そんなダメでもないんよな。でも確かに、うん、あってすごい歪んじゃったね。だいぶ良くなった、うん、見えなくもないですよね。まあまあ、これでもこういう人も見たこともないし今のもう一発目だからこれ基準になるよね。サルちゃん TV、 じゃあ目隠します。いやみんな、いやかっこいいっすね。こんにちは。どうだいご機嫌。あ、そうやったんだ。高橋おめでとう。今年もよろしくね。はい、よろしくお願いします。ねえ、盛り上げていこうよ。はい、ねえ細川くん、ありがとう。あ、見えてんのかな。まさし頑張ってるな最近。はい、ありがとうございます。このまま頑張っていこう。はい、 OK っていうけな。はい、 OK してみればはい。髪の雰囲気はね、これ向きは合ってるよね。はい、はい、合ってます。合うんじゃない。おお、おお、ああ、なるほどね。はいはいはい。なんかこのね、折り目で判断するよこういうのは。いや、いいっすね。あ、いいっすね。真ん中だから、この折り目の。ああ。これがこれいい感じってことだよね。なるほどね。はいはいはい。めっちゃいいっす、ね。上下それでいいんですか。そうですね。上下。上下それでいいんですか。しって言うってことは、いや、いい感じだと思うよ俺は。オッケー。し。そして、これはね、うわあ。目か眉毛か分からない。でもこれね、あの端のチューンってのがないから、チューンってのがね、これ眉毛だと思うんだよね。ここにあったか、上行きすぎない、上行きすぎないよ俺は。上行きすぎない。この折り目で判断するんだ。折り目で判断するんだ。いや、まあ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 、ここら辺だと、ここら辺だと思うよ私は。はいはいはい、いいんじゃないですか、本当に。俺は細川君信じるよ、はい、そしてこれ、え、ちょっとなってる。表裏もあるで。表裏ダメよ、モテラはやめてくれよ。モテラもあるんで。この前に、ね、対角線だから、折り目がここで、オーケーオーケーオーケー。まあまあまあこの辺としよう。おお。はい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 。いや、まあ、そもそももち上なのかなこれが。さあ。いや。どっちかわからない。そう。あ、このねいびつな形は口なんですよ。違う。あ、違うとなってるってことだこれは。でもどう考えてもこのいびつな形は口だと思うよ。で、端がここで、で、ここに折り目があって真ん中がここだから、だいたいこの辺かな。あ、折り目間違えてる。いや、合ってるんよ。真ん中に折り目がなかったんよ。ここの真ん中の真ん中は真ん中ないよ。あともう目二つよ。真ん中の真ん中の真ん中ないよ。真ん中の真ん中、真ん中、これは目だね、きっとね。これはきっと目だと思う。で、細い方の目だよね、これはね。ちょっとな、このちょっとなってんよ、これは。これ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 、ちょっと指が刺さるぐらいのちょっとなってんよ。で、これがあ、めっちゃいいっす、そこ。ね、違う違う、これ眉毛の位置から判断するから、これは。いや、待って、まいや、もう立てた方がいいかな。いや、はい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 。これもう一個目はどこ行った。立ちました。ここにあるんだよ。いや、これも目なんだよ。俺、OK、いい感じだよ。で、これチュッてなってるのが外に向くんよ。チュッてなってるのが外に向くから違うね。これあってまつげ。あ、いいとこ。あ、いや、それっす、それっす、そこ。でもね、これもうちょい上なんだろうな、きっと。ちょっと微調整していい？はい。あー、これが真ん中で。いや、いいっすね、いいっすね、めっちゃいいっす。めっちゃいいっすよ。口がこの辺で OK! これできました。このパーツ使わなくて大丈夫ですか。いやいやいや、パーツ合ってるよ。1、2、3、4、5、6個のはずなんよ。 OK! できました。はい、いいっすか、じゃあ撮ってみて。はい、超うまくない。めっちゃうまい。超うまくない。うまくない。これは本当にね、もう折り目から計算して、うん、うまっ。ほぼ眉毛下行ってる時は、うん、はいはい、買った買ったって思ってたんですけど、うん、これ上に行き始めてから、うん、だん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 顔に
てちゃんと微調整を、うん、本当に微調整してすげえな俺もね普段やってっから俺福笑いなんかみんなよりね最近やってると思うよこれ、うんうんうん、だからねちょっとねこの折り目でね頑張ってやったんよシュー、いやー、それじゃん TV あれガツ系なんかやっぱ体育会系だねサッカー部って感じするよ。あ、本当にサッカー部でしょ僕は。あ、そうなんだ、はい、先輩らしいお願いしますなんかまだまだ走ろうよみたいな、ね、あの夕日に向かって走ろうよみたいなよし、じゃあいいですか。はい、じゃあお願いします。次やったの、え、あーもうゲットも絶対先どこが俺ら触ってないもん。だって夕日向けやってんでしょ。待ってるんですよこれちゃんとさっき の、うん、あの染谷さんのやつがちょっと僕はヒントになってるなって。あ、まあそう確かにね、これあっ影を追うごとにね、確かにね。あちょっと待ってる、若干チューン、お若干チューンは、うん、若干チューンのこの横長はこれはこっちだな、絶対違う。おー、いい、ここのいや、じゃあ違うんだ、え、なんだっけ、はぁ手つきエロいね手つきエロ一旦ここにしとこう、顔も相まってさすげーサイコパスみたいになってるあ、これあれだ、これそうね、それは間違いようがないよ、向きも、うん、合ってる合ってる、いいよ、いいいいよいいよ、この辺ちゃうかな、近い近いかな、おおお、いやいや近いよ、近い本だよ、普通それなんだと思う、これ鼻、あ、まあ、これが鼻で、そうだよね、おい、おお、いい感じだよ、信じていいんすかねそんな目で言われてもこれもぶっちゃけオカに勝ってっからさ、いや、そ画像判定がなんならちょっと応援しだからもうここの勝負になってるわけよ今はもうチューンです、チューってなってる、チューンですね、これその折り目から判断するんだ、それより上なのか下なのか、こっから下が鼻なのよ、鼻なんだよ、ということは、ということは、ということは一旦ここにしようか、はい、おー、これ超いいね、あ、いってないのかな、あれそれはこれ眉毛だ、チューンがないのでそれ眉毛でいい、それ眉毛でいい、え、あやっちゃったね、え、やってます、やっちゃったね、でも、お、こういう感じ、折り目で判断してるね、こういう感じちゃうかったかな、ちゃう、なんかちょっとこっち寄りやったよな、だからこう折り目をちゃんと利用できてないよ、え、本当ですか、あやばい、ちょっと待って、え、あれこれチュン、これチュンですかいや、俺聞くな聞くな見えてんよ、俺はあ、これだ、それだね、それか、チュンなのよ、これが、うん、結構尖ってるもんね、ちょっとなってる、そうはいはいはい、折り目雑に行かないよ。うん。はいはいはい。すごいね。あ、結構上目行ったね。上目か、上目かっていうことかなと。はい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 。まあ、おおよそはこういう感じでございますよ。うん、ここから微調整してる。ここから調整に入りたいと思います。いや、もういらないと思う、調整。本当に。何を探しかなもうないんですよ、ここにはきっと、もう全部揃い終わって、うん、つけろいね怖っなんかカメラよいそうな笑顔でサイコパス味がやばいよOK! OK! はい、完成ですか、はい、はい、です、よく撮っていただいて、まあ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 、おー、でも見えますよね、うん、いい感じだと思うよ俺は、そうそうそう、ということはということはもうでも俺は一番だと思うんだよな、そうです、うん、一番上手かったのも、うん、あとこの二人の、いやちょっとわかんないっすよ、画像判定してみよう画像判定で、これ、おおかいやいや、もう無理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 これに今多分出てると思うんですけどね。これは無理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 。で、
これ俺順番的には多分これ俺、いや全然俺、全然俺よ、これ1枚よ、これは、うん、はい、これはおかでしょ、うん、で、これが、これは僕さわさん、ね、残念ながらもう審議しなくてもね、いや最下位岡村です。なんでや、笑いたいし、笑いたいしって二度と名乗らないで。いやでも、うん、服に笑いはお届けできたから確かに確かに笑いたいし、はい、そこまで見過ごして、うん、はい、本気でやると言われればやってましたよ。本気でやるし。じゃあ罰ゲーム、お一発で、いやーお前から早くやれみたいな、見放されました。ちょっと虎の置物をいただいてもいいですか。あ、虎の置物なんてあんの。こういうのも使っちゃいます。お、いいですね、岡は、うん、はい、じゃあ行きたいと思います。岡の一発ゲームで3、2、1、どうぞ。あーあー、虎を取らないでー、ピューガオー。いや、このアイマスクずるいわ。これね、常にちょっとおもろいもん、だって。これ持ち帰ってもらって。いいよ、あげろ。いやー、これおもろいね。いや、面白いわ。最初、本当に分かんなかったです。何が何だろう。いや、そうよな。だから、ちょっと見ながら ね、やってみて。でも、うん、トップバッター僕でって言ったの。ね、うん、まあそうなんですね、うん、自分から言ってしまったので、はい、文句は言えないですね。ということで今日は福笑いをお届けしました。ご視聴くださった皆様ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンの方お願いします。それでは皆さん、いい夢見ろよ。